さてレベルアップしようか。コマンドだな。演技力、ロジック、雑談、可愛げ。演技力、ステルス欲しいけどな。ステルス16あるんだよな。ロジックちょっと上げる？絶対に、あ、これ、投票、あ、投票するなか。これはあれか、投票させないようにすることができるのかな。絶対投票させないってことかな。投票されにくくなるってことか。うん。なるほど。じゃあ、ちょっとこれつ、OK!3 つも上がる。うん。あと2位上げて、取りたいですよね。何度かあったからね、あいつダメだよって。あいつに入れるな、入れるな、あーってなったからさ。うん、お、しげみち、どうした？お！珍しい。ロビーでは茂道たち数人が集まって話し合っている。だから君たち生徒に分かるように話すとだ。グノーシア同士は協力体制を築いているだろうかね。そこを狙えばいいのさ。つまり不自然に仲のいい奴はやけに互いをかばい合ってるさ。グノーシア臭いってわけだ。まさにセッちゃんとシャーミンだね。うん、でも普通に仲良し同士かもしんないじゃん。でも俺ラキオの言うこと素直に感心したぞ。そういうことも考えにはならんなって思ったもん。あ、人多い。そうですね、人同士のつながりは考える上の手がかりになりそうです。納得したから、だったらこの情報を提供した僕がグノーシアじゃないってことも納得してもらえるんだろうね。それとこれとは別問題な気もするけどな。こうやって俺たち4人丸め込まれてない？割と丸め込まれやすいですよ。 COSQ、レムナン、シゲミチなんてね、ロジック弱い人たちだから。そうだってラッキーはさ、グノーシア仲間のこと平気で、あ、裏切るんですよラッキー。言われた俺初日、一番最初にグノーシアになった時言われた。うん、あ、裏切るからね俺はって、お前に遠慮なく入れるからって言われたもん。うん、えすけちゃん鋭い。いくらラキオさんでもそんな考えすぎですよ。いや、えすきの言うてる分からんぞこれ。だってラキオだもんな。そうですね、そうかもしれない。流されすぎ。あ、ロジック、あ、覚える、めっちゃ覚える。あー、いいね、はっかり覚えてるのはこのくらいだ。あー、十分だよね。うん、オッケー。失礼だな君たちは。でも不思議ですね、茂道さんがおっしゃることってなんとなく信じてみたくなります。ああ、そうなんだ、茂道の言う言葉にはね、ちょっとね、応援したくなる要素があるんだよね。うん。茂道の言うことって聞いてあげないとなんかかわいそうな気がするもん。ロジックのラキオからすると、って感じだよね。かわいそうと言うね、俺だって頑張って生きてるんだぞ。ああ、これか、スキルか。オッケー。カリスマの能力値が25。なるほどね。ゆり子様がたまに使わせたやつか。ね。茂道もなんか、同意を求めてなかったっけ。そんな感じのこと言ってたよね。なんか使いまく使って誰かが使ってたと思う。さて、せっちゃん調べようかな。シャーミンは、まあ、確定でグノーシア。まあ、バグだとしたらいいよね。でもさ、バグは名乗り出ないでしょ。調べるリスクが高すぎる。うん。シャーミン、早めに黒判定しちゃう。バグだったらそれで嬉しいし。まあ、俺消されそうだけどね。うっ。お前は本当にオチをうまく回収していくな。そうだよね。うん、OK。バグがおらんね。うん。じゃあ報告させてくれ。はいはい。シャーミン、グノーシア。うん。グノーシアじゃねえ。はい。あ、ラキオ。自分でグノーシアじゃないって言ったらラキオ。お前そんなこと否定させてもらおう。うん。うん。OK。まあこれ俺来るよね。あー、ムーブが悪かったか。うん、はいはいはい。あ、ありがとう。ありがとう。ほんとありがとう。うん。おっと、シャーミン。うん、いいね。行こうよ。うん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 、なるほどね。コメットちゃんもちょっと味方臭いな。うん。はいはい、せっちゃん疑ってくると思ったよ。あれ、これ、俺、釣られる流れじゃない？大丈夫これ。うん、はい、ありがとう。味方多い、多め。誰か協力してくんないかな。ダメかな、人間だと使いたいな。これ使ったらちょっと帰って俺怪しまれないかな。シャーミン疑ってもなーって感じ。人間だと、これ誰と仲悪いの。シャーミンが仲悪いか。人間だと家使おうかな。うん、でも使ったら使ったらやめさせられるのがオチか。あ、雑談だ。うん。
うん、最近シャワー中に誰かの視線を感じるのが怖いぜ、気持ち悪くてねみんなそれぞれ怖いものが終わりのようで、うん、皆様この船で歌をお聞きになったことは無人のはずの格納庫が時々聞こえるんです。うん、それはジョナスじゃないかな、ルールルルルルルルってやつやな、ね、うん、よし、まずいぜ、もうシャーミーにいるしかない。シャーミー入んねー。そしてコメットちゃんなぜか俺に入れてるというね。おー、マジか、シャーミー入んなかったな。うん、驚いてる、俺も驚きだわこれ。かばう疑う、うーん、いやこれはもう俺疑われっかな。いやいやいや、否定するよ、これ俺かもしれない、すまん、俺かも、みんなみんなごめん、俺かも。あ、よし、コメちゃんちょっと怪しい、うん、なんか、なんでシャーミー疑ったのに俺に来たの、やだ、同調する、いや同調する、いや入れるならコメントだと思うんだよな、ここは。うん、これ誰が疑念をするか、うん、弁護しとるな、投票始めようか、これだ、どうする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 、おお、あ、よかった、あ、よかった、よかった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 、どうしよう、これもうまとめてコールドスイープでいいんじゃないですか、皆さん。うん、さあ、ごめんと決戦投票、ご苦労なことだね。あ、これまた決戦投票すんの、あ、そうか、2人絞られたからか、うん、まあじゃあご自由にご勘弁ください、俺水も飲んでるわうん、どうしようかなこれ。うん、コメットちゃんはね、でも俺に入れてきたからな。いやー、もうコメントちゃん行っちゃうね、これは。うん、うん、コメント行っちゃうね、これは。ドクターがいないんだよなー、ステラ怪しい。まあでもせっちゃん調べようよ今日は。うん、まあせっちゃんも10着グノーシャでしょ。じゃあコメントちゃんに入れる、いや、ブレずにステラの方がいいかな、ここは。うん、こっちにしよう、圧倒的だ、ステラに入れたんだ、あ、レムナンも入れてる、うん、じゃあね、またよし、あ、イベントなしだ、さあ誰のとこ行こうかな、せっちゃんとこ行くよりは、最近話してるの誰だろう、ラキオンのとこ行くか、あ、SQちゃん、うん、SQちゃんも話してないよ最近ね、SQちゃん行くか、どうも、いや、くせ者、みなも、出会え出会え、疑われてるな、うん、まあせっちゃんにしようかな、くくりしか消滅、あ、人間、あー、なるほど、まあそれ分かっただけでいいや、うん、オッケー、報告させてもらいます、うん、うん、リナ違った、はい、さて人間だと家を使おうかな、そろそろ、うん、せっちゃん、シピ、せつ、シピ、ジナ、ステラ、ラッキーよ、レムナ、うん、うん、まあ、うん、うん、これでみんなシャーミーに疑念の目向けるんじゃない、うん、投票につきましてですが、ああ、なに、どうしたん、シオ様調査方向によります、シャーミー様はグノーシア汚染されているとのことです、ああ、はい、この報告の真偽は分かりません、ですが現状では数少ない有力な手がかりなのです、ああ、そうね、なんだろうこれ、なんかのスキルかな、投票しろのスキルか、これ投票するって出たもんね。皆さん今回の投票はシャーミーなどに投票なさったらいかがでしょうか、あー、これあれかな、スキルの1個だと思う多分ね、初めて見たわ、賛成しようかな、俺はもちろん賛成だ、うん、やめておこう、もったいないじゃないか、いや別にシャーミー欲しくないけど貴重な攻撃ターンが無駄になることは目に見えているからね、うん、でもこれステラはシャーミー疑っているよね確実にね、うん、お前の方信じてもいいか、母、お前になったら言ってくれよなびっくりして疑われるかと思ったら、どうも俺にターゲットが議論中に向くとさ、疑われるしかない感じがするんだよな、うん、感謝しよう、うん、あー、俺は遠慮しとく、まだ消えたくねえんだよ、こんなやろー、わだ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 、あー、ジナちゃんもう怪しいなこの二人うん、疑ってんの、もうやめてくれ、シピー、助けてくれー、あー、ありがとう、やったぜ、うん、お前、重荷だよ重荷だよ、今重荷になったわ言うけどそれ、重荷だよ、もう
重荷もう何なんだこいつ。シピ怪しいな、ちょっと今日調べていい、お前のことちょっとねって感じ。うん、おしゃみに入れるわ。マジかい。あー、いやー、貴重な両親がいなくなってしまった。うん、あ、イベントだ、よし。あ、シピだ、嘘ついてるけ。 まさか、まあ、協力しようぜって言うかな、これひょっとして。あ、嘘系だ、嘘系。うん、ラキオが嘘でした。あー、ラキオですか。え、シピ、お前一貫してステラに入れてるのに、何がラキオが嘘ついてるじゃん、お前。嘘くせえな、こいつ。うん、これはもうちょっと、調べましょうよ。あ、はい、シピはバグでした。これで、俺はエンジニア。よし、確定するな、これ。うん。よし。うん。報告させてください。胸を張って報告しよう。これで俺は人間だ。ということは、エンジニアとしてバレるってことだ。うん。お前もかよ。お前もかよ。ま、お前もか。シャーミン、お前もか。まずいぜ。マジかよ。どうするこれ。これ、これはもう、どっちが本物なのって感じだよね、みんなからすると。やべえ。潮の口ピカピカになっちゃって、カピカピになっちゃったよ。お前喋せない。うるせえな、お前。あ、いかん。パッションはいかんぞ。パッションはいかん。うん。これはどうする。うん、ラキオね。うん、これまずいな。うん、あれ、なんか音楽変わったよ。これまさか俺が疑われまくってるってこと。あ、うるさい、怪しい。やばいなこれ。俺どうしよう、雑談しても無理だこれ。何これ、俺つらい流れってこと。ここでスキル使えればよかったんだけどな。こうやって俺に来るでしょみんな。あ、どうした。ああ、はいはいはい、断られた。ターン使いたいな。カバウで誰をカバウか。SQ ちゃんカバウ。うん。カバってターン消費しようかな。でもうるさいって言われてんだよな、俺な。様子見よう。はい、どうもありがとうございます。うん。おい、あ、これはもう俺終わったかもしれん。終わりだな、こりゃ。これダメだな。もう、否定しまくったら大丈夫かな。うん、しょうがない。いや、シャーミンとかぶったのが全てだ。まあ、SQ ちゃんこっちに抱き込めなかったのがちょっとあれだったな。うん、さらば、みんな。うん。あ、ラキオ・シャーミン・グノーシアか。うん。レムナ守護天使。あ、レムナ俺のこと、いや、守ってくれたのか。そしてジョナス・グノーシアだったんだ。まあ、シピ連れたのはいいけどな。いや、調べたふりをしようが嫌だったな。調べたふりをしようがちょっと、うん、きつかった。うん。これを打開するためには、なんか投票するなとかね、なんかいろいろ、悲しむとか使えればよかったんだけどね。ね。早く得得したいですよね。うん。シャーミンにやられちまったなぁ。ここなぁ。シピを守ろう。あー。いやぁ、まさかの同じ展開。いや、これは。うん。まあ、シピバグだったらいいんだけどね。ジナーちゃんが。いろいろと、何でしょう、反省点が残る、ね、展開でしたね。うん。で、でもシピラッキーの嘘気づいてたんだ。一応気づいてはいたか。うん。でも投票先はステラにしたんだね。うん。俺の中でさ、なんか嘘ついて、相手嘘ついてるぜのさ、その審議の判断基準がさ、ちゃんとその嘘ついてるぜに投票してるかなんだけど、うん。まあ、結果的にバグだったからさ、いいんだけどさ、ね。うん。まあでも投票、ちゃんとあいつ嘘ついてるって思ってるやつの方に投票してるかどうか重要なファクターだと思うな。うん。今後そのスタンスは変えないでいいと思うわ。まあちょっと反論否定しまくっちゃったのがいかなかったかな。うん。意外パッションになっちゃったね、なんかね。おいとか言っちゃったもんね。OK。ここだね。うん。ここで違う、ラキオとか調べてればよかったんだよな。うん。オッケー。じゃあ、押します。
12人。あ、またエンジニアか。多いな、エンジニア。AC 主義者がおる。うん、オッケー。ドクターが最近不在のことが多いね。44。うん。今のお子なんか行ってみろって。ダメか。え、あー、しょうがない。なるでよ。うん、おい。またお前かよ。おい、乙女ちゃん。今度は乙女ちゃんいるのね。うん。あ、ゆり子様いねえよ。ゆり子様はなんか参加率悪いよね。ね。フルメンバーの時はそれはいるんだけどさ。うん、はい。乙女ちゃんね。あー、シピが気づいたかな？まあ、俺は、そうか。俺以外のエンジニアに疑いの目が向いたらもう疑っちゃっていいのか。うん。まあ、どっちかバグでしょ、これ。いや、バグじゃない。AC 主義者でしょ。どっちか早めにって感じ。うん。留守番ね。しげみちとこめっちゃ。うん、OK。釣られやすい二人が出てきたな。あー、いや、いいや。まあ、反応してもあれだし。うん。黙っとこう。うん。あ、OK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 。珍しいラキオが、なんか、かばんの。あ、ありがとう。いいね。うん。グノージャーがどうかわからんけど、ラキオってちょい宇宙人っぽくね。うん。結構ラキオ行くね、みんな。うん。うん。乙女ちゃんに入れよ。すごいな。すごいね。うん、はい、わかりました。まあ、いつものグノーシアって感じだ。じゃあ、誰のとこ行こうかな。クルシカちゃんのとこ行くか。いる？クルシカちゃん。あ、いた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 。クルシカちゃん、そんな怖がんないでね。うん。手を取ってダンスとかしてくれればいいんだけどね。じゃあ、シャーミン調べよう、今日は。お！守護天使ナイス。あ、人間。ということは AC 主義者か。あー、じゃあ乙女ちゃんだね。うん。やったね。ナイスだね、守護天使。はい、報告します。シャーミン人間でした。うん。レムナンが、ビンビンビン、グノーシア？うん。セラグノーシア。はいはいはい。ということは、セラはグノーシアではないね。うん。セラ人間だ。乙女ちゃんがグノーシアだからな。うん。オッケー。セラが人間確定は間違いなし。うん。で、レムナン行っちゃった、セッちゃん。うん。レムナンは違うと思うんだけどな。弁護してるね。あー、しげみじょ、あ、そう、同意を求めるだ。これさっき、俺も取りたいな、これ。うん。レムナンはね、シャーミンの嘘ついてるだけだからな。まあ、ほんとかもしんねんけど。結果的にね。コメントちゃんか。シャーミンって、無茶言うなって。シャーミンの協力要請ってそんなになんか、受諾されてないよね。うん。俺、乙女ちゃん疑おうかな、ここらで。一発。うん。好ましく思ってないからつけた。あの、その、はい。うん、弁護してるな。弁護多い。なかなか俺が疑われる流れだ、これは。乙女は嫌い。あ、シャーミンに行ったね。シャーミンに行くのいいよ。シャーミンさんに疑い向けるのはいいアイデアだと思います。うん。うん。ステラは大丈夫。ステラは弁護する。うん。うん。よし、投票。ここは、どうしようかな。乙女ちゃんに入れようかな。ね。うん、乙女ちゃんに行こう。AC 主義者を追い返しといていいよ。よし、OK。さらば。じゃあね、乙女ちゃん。人間になれるその日まで。おやすみ。来た。コメントか。どうした？嘘つき？うん。チャーミンね。あー、うん、OK。コメントちゃんはこの発言だけでも信用できるね。うん。ありがとう。じゃあ、コメント、ステラ、しげみち、あー、違う違う、コメントはもともと留守番だったわ。コメント、ステラ、しげみちは除いて、ククルシカ、レムナン、セッチャン、シピ、ジョナスか。この中で、乙女ちゃんを弁護していたククルシカちゃんがちと怪しい。うん。
クルシカちゃん調べてみるか。見てみますか。あ、でもみんなが疑ってたレムなのか。あ、でもせっちゃんしか疑ってないのか。でもクルシカちゃんかな。あ、ごめんでしょ、滅。よし、クノシア。うん。ですね。まあ、乙女ちゃんかばってたからね。ラキオのいつかのね、あのセリフ。ね、かばい合ってるんだよって言ってたからね。うん。オッケー。はいよ。うん。うん、ジョナスね。うん。グノシア多くね、多くね、これだと。グノシアだらけじゃねえかよ。シャーミン、お前、グノーシア増やしすぎだよ、これ。グノーシア候補多すぎるわ、俺、これ、留守番とか上院側だったら、もう、ええー、ってなるよ。うん。OK。あっと、来たね。うん。これは反応させてもらおうか。全面戦争しようというのか。うん。OK。ククルシカちゃんはもうね、グノーシアだからね。疑う、人間だと家を使おうかな、ここで。うん。最後に使う。いや、うん、ここ使う。もうちょっと泳がせようか。ステラちゃんは大丈夫。大丈夫、大丈夫。ステラちゃんは大丈夫。うん。あとは、僕は、シャーミさんが怖い。俺も怖いけど、まあ AC 主義者なんで別にここはいいんだよな。同調だけしとこう。うん。うん。まあ、ククルシカちゃんはもうシャーミーのこと気づいてるだろうからな。よし、じゃあ人間だと言う、使おう。よし、言え。うん。うわ、いいのかな、ククルシカちゃん。そんなこと言って。もう、ククルシカちゃんよ、俺は。うん。まあ、これは同意するけど。俺はククルシカちゃんに入れるぞ。うん。よし、行きましょう。行きます。よし、OK。うん。OK、OK、OK、OK。さらば。よし。この夜が大事だな。元イベントだ。お、ジョナスかい。どうした、ジョナス。このおじさんのイベントちょっとな、期待半分、なんか不安半分なんだよな。あ、格の子だ。嵐が吹き荒れている。グノーシアという名の嵐が。しっかり、我々人間はただ身を寄せ合って嵐をやり過ごす他あるまいよ。しようしようよ、このジョナスと心を合わせ、南極をと、あ、協力要請だったんですね。南極を共に乗り切ろうではないか。わかりました、船長。断ったらどうなんだ、山で攻撃協力しますか。うん。うん。英断だ、君のその選択、後悔はさせないさ。じゃあ、ジョナス調べるか。ね。シャーミン怪しい。うん。レムナンはね、多分違うと思うんだよね。ジョナスちょっとさ、ジョナスステラ怪しんでっかな。まあ、セッちゃんも少しだけど、ジョナス調べてみるか、ちょっと悪いんだけど、悪いけど調べさせてもらおうかな。ね。どれどれ？早速協力者がいなくなってしまった。はい、応募します。うん。うん。乙女がステラはグノーシアと報告して、だから今回ステラに投票してみないか。いや、それは反応するよ。うん、違う。だってグノーシアはさ、別にグノーシアはグノーシアのことグノーシアだって言えないもんね。うん、これは反対だ。うん。結構投票する使ってきよったな。うん。うん。あー、ステラちゃん。いや、ステラちゃんは。いや、ステラちゃん大丈夫、大丈夫だ。絶対大丈夫、絶対大丈夫、絶対大丈夫だったです。おー、絶対に敵だ。うん。シャーミン絶対にエンジニアじゃない。使うね、せっちゃん。あ、もうってなった。オーケーオーケー、俺様アウトってわけで、お仕置きとか勘弁してくれよ。これはみんな、あれかな、シャーミンにいる流れだよな。うん。ステラダメかもしんね。いや、ステラは大丈夫なんだって。うん。行くねえ、みんな、ステラに。うるさい、あ、うるさいってある。うるさいってある。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うるさいってある。うるさい使える。やった。せっちゃん喋りすぎ。ちょ、せっちゃん、せっちゃん目立すぎていいこと指摘した。うん。オッケー。いいよ。でもみんなシャーミン寝ちゃうのかな、これは。うん。俺どうしようかな。誰に言おうかな。シャーミン、でもシャーミンに入れた瞬間に俺狙われまくっちゃうんだよね、これ。うん。俺すげえ狙われちゃうんだよ、これ。
だから、いや、ここせっちゃんに入れようかな。うん、ああ、まあしょうがない。うん、で、殺せるせいって、ハードな自分も押し置きたいもんなーしで、マジかまだロックが過ぎるだろ。おいじゃ。うん。ステラは大丈夫。もちろん留守番の2人も大丈夫。珍しいね。今日、茂道消されそうだな。さあ、シピかセッチャーのどっちかだよな。セッチャー調べるか、今日は。うん。今日はちょっと茂道と一緒にしっぽりしよう。あ、レムナンもいたか。レムナンも仲悪いんだよね。茂道と一緒に行こう。オッシー、遊びに来てくれて嬉しい。いや、マジで嬉しい。俺泣きそうだ。そうか、これ友達少ないんだった。遊びに来てくれる人もいないんだな、多分な。よし。いや、セッチャーだろ。茂道消滅。人間。ああ、セッチャー人間か。となると、シピかレムナンどちらかだな。うん、まあ、茂道消されるのは予想通り。オッケー。せっちゃん人間だった。悪かった。うん。シピさんはだいぶ少し疑問があります。そうだね。シピとレムナは両方にはちょっと疑いの目を向けていきたいな。同調しよう。うん。はい。グノーシアは確実に、2人連れているので、あと1人。うん。レムナかシピのどっちか。せっちゃんは大丈夫。うん。弁護させてもらおう。セラは大丈夫。うん、弁護する。俺、うるさいかな、これ。塩はうるさいって言われた。あやったね。この疑うで気づいたの初めてじゃない？ね。疑うで気づいた。今までなんか人間だと家とかだったけどさ、疑うでレムナン嘘ついて気づいた。やった。うん。なら僕はもう何も言えません。なるほどね。レムナンだ。オッケー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 。弁護しよう。うん。うん。ここはレムナンでしょ。レムナンに疑われも向けるぞ、俺は。行くぞ、頑張るぞ、頑張って向ける。よし、行け、頑張れしよう、頑張れしよう。このマシコ待ってる。レムナン、ちょっと、嘘、ついてるでしょ。よし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 、もう一人、もう一人来い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 。惜しい。あ、でも、弁護がいない。これは投票。レムナン、レムナン、レムナン。よし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 。オッケー。ありがとう。終わったね。久々じゃない？せっちゃんと二人で生き延びたの。よし、オッケー。おっ、せっちゃん。私、人間が処理が決まったよ。改めて伝えさせてほしい。ありがとう、しよう。おっ、なんで、どうしたの？改めて。あ、いや、俺を言いたいのは今回のことだけじゃなくて、ダメな話で気持ちだけ先走ってる。ああ、そうね。ループを何回も繰り返してるとね。ね。お礼を言うタイミングが分かんなくなっちゃうね。いやー、ありがとう。いや、このありがとうはこのありがとうじゃなくて、いや、前回のこの時のありがとうもあるんだけど、あー、もうなんだろう、なんて言ったらいいんだろうなって言って、そんな感じだよね。うん。私と同じようにループを繰り返して、潮の存在が私の救いになってくれているから。だからありがとう。あ、せっちゃんの笑顔可愛らしいですね。やっと伝えられた。なんだ、気恥ずかしくて今まで言えなかったの。いやー。いい、これですね、せっちゃんね。うん。うん。潮が次のループで会うと私はどうだろうね。まだ言えなくて、悶々としてる私かも。あー、かもね。うん。それじゃあまた会おう。ね。うん。うんうん。いい終わり方だった。はい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 。あー、まあ、うん、オッケー。ジョナスが守護天使だったのか。あ、レムナの嘘にも気づいてる。うん。シピも気づいたんだね、今の嘘に。セッツはうるさいとか言っちゃった、俺。ね。うん。セッちゃんなりに頑張ってたんだろうな、って感じ。うん。ステラを守ったのが英断でしたね。うん。よかった、よかった、よかった。うん。ここね。ジョナスを襲われてるしね。あ、で、ちゃんと俺守ってくれてるんだ、ジョナス。ありがとうって感じ。うん。で、一回空振ったときは誰守ってたの？ジョナスは。お、茂道守ってる。ああ、偉いね。やっぱ留守番守るのはいい手なんだろうな。うん。よし、オッケー。じゃあ一回中断します。それじゃあまた。